多摩市立和田中学校は、東京都多摩市和田にある公立中学校である。全校生徒が、生徒会員とされ、自主的な活動を盛んにすることにより、自治性を高めることなどを目的としている。生徒会の最高議決機関であり、原則として、年に2回全校生徒が出席して行われる。毎年9月に行われる選挙によって選ばれた会長1名。 本部役員6名によって構成されている。各クラスの学級委員2名、各専門委員長で構成される。議決権はないが、生徒会本部役員や、各部活動の部長も出席できる。それぞれ各クラス男女1名ずつ、計2名が選出される。体育大会、音楽発表会、球技大会などの際に、適切な期間その目的に合わせて設置される。 9月の生徒会選挙の準備や開票作業などを行う。前期のみ設置される。部活動に関する事項について話し合うことを目的とし設置されている。不定期で開催される。ユニバーサルホッケー部は2013年より廃部。作動部は2015年より復活。校区は、多摩市立多摩第二小学校区全域、多摩市立東寺方小学校区の一部。 多摩市立東あた小学校区の一部となっており、小学校の通学区域とは一致しない。多摩センターからバスのルートは成績桜が丘からでも行くことが可能である。ありがとうございます。